どうしたら連射できますかって、これやっぱみんな気になるんですね。僕のだからイメージはもう本当に一瀬飴が全部の量だとしたら、それをいかにこの小刻みに出すのかだけっていう理屈ですね。それはいわゆるこう最後までいかないみたいな感じですか。ちょっと行きそうになったところで止めてでやってちょっと残すみたいな、そういうイメージ。ルーインドオーガズムだったっけな。なんかアメリカで今流行っているのがあって、はいはいはい、まあ、日本でもそういった作品最近出始めてるんですけども、うん、ルーインドオーガズム、台無し写生って日本に翻訳すると、まあ、自分で一人でやってる時とかにたまにあると思うんですけども、じらしてるじゃないですか、うん、長く楽しみたいから、うん、だけどもそのじらすタイミングを間違っちゃうとニョロッと出ちゃう時、はい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 、ありますね、ありますね、はいはい、はい、であれは一番気持ちいい射精の瞬間を台無しにしてるっていう捉え方で、あー、一番気持ち良くなってないというか、こうもっとグワーッといけたはずなのに、ここで出ちゃったから、うん、スンってなっちゃうみたいな。でもここなのでなえないわけですよね。なるほど。それで、まあ、それを意図的にやって、連射していくという。へー、なるほど。うん、職人芸だな。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらに、チャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。